てないお前は善人じゃない、この化け物が。泣かないで、あなたのせいじゃないわ。あの子たちはむしろあなたの強さが羨ましいだけ。何があっても私はずっとあなたのそばにいるわ。だから泣かないで、アシュラ。父さん。死んじゃった。俺に殺されたのか。俺はこんなに強くなったんだ。母さん、見たか、母さん、母さん。そっか、母さんも俺に殺されちゃったんだ。せっかく強くなれたのに、母さんはもう帰ってこない。アシュラ、アシュラ、何が何があっても私はずっとあなたのそばにいる。アシュラ、アシュラ。アシュラ、もう泣かないでくれ。アシュラ、己を否定しないで。母親と二度と会えないのであれば、私が代わりにあなたのそばにいる。振り返ってくれれば、私がずっとここで待っている。アシュラ、過去の苦痛はあなたの糧になる。あなたの道しるべ、あなたの目、あなたの盾に私がなってやる。だから戻ってくれ、アシュラ。動けないほど痛いが、どこかすっきりしたように感じた。
おい、大石で聞いているのか。重傷、誰が、俺か。心玉、ああ俺は確か魔人が殺した。だがその後のことは、アシュラは天人の刀人はここで死んだりしない。どういうことだ。なんで黙ってる。おい、おかえり。そうか、アシュラ。そういうことか。俺を助けるべきじゃなかった、大石で。私は天人の希望を救ったのだ。後悔などしてないよ。理由なんてないが、この男には人を救える力があると、その目が語っているように思えた。この世を救う者が存在するのであれば、俺はそいつを見つけたかもしれん。アシュラ、私の夢を知っているか。天人一族がいた通り天のような戦のない世の中を作りたい。これは叶わぬ夢だと思っていたが、あなたという奇跡に出会ったのだ。あなたがそばにいてくれれば、私は何でもできるような気がした。いや、お前こそ俺の奇跡だ。お前に出会った時、ずっと探してたものを見つけたような気がした。だから大石殿よ、お前の夢は俺が叶えてやろう。